明日は何の日、ぷっぷー。どうも、四天王寺です。現在世代が高見優です。明日は10月16日、どんなことがありましたか？こんなことがありました。じゃん。どうですか？マリー・アントワネットが処刑されるが気になる。お、知ってる？マリー・アントワネット。やわりと。あと大阪人だったらやっぱ阪神タイガースのこの21年ぶりの優勝さん覚えてんじゃないの？あ、あれかな、道頓堀飛び込んでる系のやつ。そう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 。あの辺だったらすごい買い物とかでよく歩いて普通にあんなとこに飛び込むかみたいな。一人さ、ケンタッキーのさ、カーネル・サンダース人形入れちゃったやつがいたんだよ。で、その翌年から阪神全然勝たなくなっちゃってさ、それはもうカーネル・サンダースの呪いだって言われたんだよね。ただ弱いだけじゃないな。さあ、この中から私が今回取り上げたのはこちらです。じゃん、じゃん。マリー・アントワネットが処刑される。私が初めに言ったやつだね、うん。マリー・アントワネットってさ、いわゆるフランスの王妃、うん、だからフランスの王妃なんだけど、この人もともとはね、オーストリア人なのよ、うん。で、フランスとオーストリアがね、同盟を結ぶときに、人質みたいな形でさ、うん、嫁に来るわけ、うん。今でもさ、ダイアナ妃とかさ、なんか結婚するとすごい盛り上がるじゃん、パレードとかって、うん。マリー・アントワネットめちゃくちゃ綺麗だから、フランスに来たときはすごい盛り上がったんだって、うん。ファッションリーダー的なセンスもあったからさ、うん、最初はすごい人気あったんだけど、この頃さ、フランスって経済状況が悪くてさ、農民たちはすごいやっぱこう貧しい生活を送ってたのね、うん。でさ、フランスの経済が悪化したのは、アントワネットがね、その浪費ばっかするからだとか言われるわけ、うん。ただね、実際は未婚のさ、母のためにさ、家を建ててあげたりとかね、うん、貧しい家庭を訪れて食料を与えたりとかさ、うん、そういう慈善活動もしてたし、自分の子供にもさ、なんかおもちゃ買ってっつってもそれ我慢しなさいとかさ、ちゃんとしつけもしてたらしいんだよね、うん。ただそういうなんか当時さ、王室を倒せみたいな盛り合わせ時代だから、国民の感情を誘導するのに使われちゃったとかなんだよね、うん。まあそれでね、フランス革命っていうのが起きて、うん、王室が倒されるのよ。まず旦那のルイ16世がさ、ギロチン処刑されるわけね。なんで？王室倒せみたいなのがフランス革命だからさ。そんなの知らないよって感じだよね。で、まず旦那がさ、ギロチン処刑されて、うん、で、マリー・アントワネットも裁判かけられるわけ、うん。で、結局同じやっぱギロチン処刑っていうさ、判決が下されるわけよ。で、マリー・アントワネットもこの日にギロチン処刑されるんだよね。怖くない？あのギロチンって。でね、結局さ、そうやって王室倒すんだけど、うん、全然暮らし良くならないし、うん、まあ、戦争に負けたりして関係ないもんね、だってね。で、結局ね、20年ぐらい経ってね、やっぱり王政だねっつってまた王政戻るのよ。最悪じゃん。で、その時にマリー・アントワネットのお墓もさ、ちゃんとした場所に移されたらしいけどね。遅いわ、死んでから。まあでもね、フランス革命っていうのを起こすときにマリー・アントワネットイコール国民の敵みたいなさ、存在にさせられちゃうわけだよね。うん、最初はチヤホヤしてたくせにさ、うん、怖いね。怖いよね。だからそういうさ、国民感情とかってさ、何かのきっかけでガラッと変わったりしちゃうっていう怖さだよね。うん、はい、続いては10月16日に生まれた人は誰ですか？こんな人たちです。じゃん、じゃん。伊藤博文さん出たよ。日本三大動画の唯一ね、ベビちゃんが好きな。好きじゃない、もうなんかもう超越してるから、まああれなのかなっていうだけ。あと、とにかくね、大森隆夫、藤田和幸、ケニー・オメガっていうさ、プロレスラー3人がさ同じ日なんだよね、誕生日。知らない。こんな方たちが10月16日に生まれました。ハッピーバースデイトゥーということで、明日は何の日、ぷっぷー。バイバーイ。